わしが天下御免の YouTuber 前田圭一は、こたびの題目は大河ドラマ青天を衝け25話徳太夫帰国する、こちらより三井財閥中興の僧美濃村利左衛門徹底解説。銀行があるのはこの方のおかげでござる。さあということで、こたびも大河ドラマ青天を衝けから江戸時代明治時代のことを学んでまいろうというこちらの解説動画と相なっておる。まずこたび解説する美濃村利左衛門、この人間がなくば現在の三井が存在すること、ほいで銀行があるのか否か、すべてこの方なくしては語れない、存在がありえないということで、そしてものすごく大事なことなんじゃが、勉学が増えてなものほどこの方を知るべきじゃとわし今日進めてまいる上に、まあ歴史のことでござったり、まあたまたまドラマを見とってもっとドラマのことを知りたくてこの動画にたどり着いとるものもおると思うんじゃが、美濃村利左衛門を知って誰もが好機チャンスがあり行動すべきであると、人生一回こっきりじゃからといろいろ考えさせられると思いますように最後まで見てもらいたい。そしてこたびは2つ、大きく題目を掲げてまいる、人生と偉業の数々、そして栄一との関係性についてをこたびは解説してまいろう。では早速でござる。ドラマにおいては渋沢栄一こと徳太夫が日の元に帰国さすれば太政官札、こちらの登場場面がござったな。こちらは明治政府が発行した日の本初の全国で通用する紙幣でござる。小栗忠政の悲願が明治政府によって叶えるというのはなんとも皮肉な場面でござったし、この太政官札が出てきた時に登場した人物がこの美濃村利左衛門、重要人物でござる。こちらの方で太政官札が出回ることがほぼないというふうに案内があったんじゃが、これはなぜかと申すと、すぐに偽札が出て太政官札は短命で終わってしまった。偽札の登場によって効果をなさなかった、つまり信用が得られずにこの紙幣の文化というものはすぐに終わってしまった。美濃村利左衛門なんじゃが、生まれの出自の方は明確には分かっておらんのじゃけれども、7歳の自分に父が浪人、これ以降は諸国を流浪し苦難に満ちた幼少期を送ったそうじゃ。なかなか厳しい少年時代であったっていうことは、人生に対してやはり希望を見出せないことも多いやもしれん。さりながら利左衛門は違うた。父の死後江戸に出て商いに触れ砂糖の販売なんかをいたしとって紀伊国屋の養子になっておったそうじゃ。小栗忠政の父に奉公し金平糖で財を成し、その財を成したお金を元手に両替商となったそうなんじゃ。この両替商となったことで世の中で知られる存在となる。そして三井家の危機、こちらは皆がご存知三井財閥の元となった三井家でござるんじゃけれども、ドラマの中でもこの利左衛門自身が三井の番頭として紹介され、三井家、小野家、島田家といった当時としてはまだ財閥ではないんじゃけども後の財閥となる面々をセリフとして出しておったのが印象的であった。その三井家に仕えることになるんじゃけれども、これは御用金を支払う危機に三井家は陥る。1864年から66年、この3年間で5回計260万両の御用金を幕府から払えと申し立てを使っておった。これに関しては渋沢栄一の渋沢家も御用金を納める場面が何話でござったか前半戦で描かれておったのが印象的でござるし、こたびの場面は結構熱い場面でござったわけじゃ。そしてその三井家の危機を救ったこの利左衛門でござるけれども、利左衛門は三井家の人間になかなか良い仕事ぶりをする人間がおるということで、もうすでに知られており、勘定奉行小栗忠政と仲が良かったがために三井家の方が利左衛門を取り込んで幕府の交渉役に抜擢したんじゃ。ほいで利左衛門が小栗を説得いたして御用金150万両を申し付けられたところ50万両へ引き下げ、さらに10
18万両まで減額交渉に成功させる。これが三井家が当時としては崩壊寸前でござったがために、これなくば三井家は今存続してないということで、ここの時の働きがなくば今ありえないということでござって、幕府と三井家のパイプ役として活躍する。そしてこの時に美濃村理左衛門と改名いたす。そしてこの美濃村理左衛門、やはり先見の明がすごかった。薩長の人間たち、つまり新しき政府の人間と幕府、どっちが勝ってもいいように行動しておったんじゃ。1868年、小栗が失脚すると新政府に資金の援助を開始したわけなんじゃ。思えば関ヶ原の戦いで西軍か東軍にどちらにつくか、戦国時代のように命運を分けるような自分がこの幕末にもござったわけじゃ。美濃村理左衛門というのは誠にそこに長けておった。人間関係の構築がうまい。そして新時代がやってまいって、この美濃村理左衛門は小野組と第一銀行設立を果たす。横浜、大阪、神戸に支店を出し申した。資本金は250万円、このうち100万円が小野組、ほいで三井家が100万円を出しておったそうじゃ。日本初の株式会社の設立じゃ。無論皆も知ってるかもしれんが、この第一銀行というのは後の瑞穂銀行のことでござって、ここに一枚噛んでおったのが主軸である渋沢栄一でござる。1874年、政府の金融政策により小野組が破綻し資本減少を行い、渋沢栄一はこの時に単独で頭取と相成り申す。新体制で危機を回避したというわけじゃ。後に三井銀行と合併し帝国銀行へ、分割合併を繰り返し三井銀行となるわけじゃ。美濃村理左衛門はこの新政府との関係性もうまく行っておって、大隈重信、大蔵卿に近づき、新政府とのつながりを強め、三井組での立場を確立し、三井銀行を設立させる。そして1877年、病によってこの世を去ってしまう57歳の自分でござった。さあ、簡単な年表といくつかの偉業をさせてもらったんじゃけれども、細かい部分についてもちょっと案内させてもらうと、小栗忠正との関係性というものも少し案内をさせてもらったんじゃが、あの小栗忠正がやはり幕府側の人間ということで、身を案じてなんと米国へ亡命すべきと進めたのがこの理左衛門でござって、去りながら小栗忠正は捕まってしまい、まあ処刑されてしまうんじゃが、恩義に感じておったがためか、小栗忠正の大使のためになんと家を用意し手厚く保護したそうじゃ。そして栄一との関係性、こちらは皆が知っておる銀行、実はこの銀行を考えたのが美濃村理左衛門でござる。詳しく案内してまいると、第一銀行設立の自分渋沢栄一がバンクを設立いたそうと考え、バンクというのは日の本のことの葉に直すと金を扱うがために金行と提案したそうじゃ。さりながら美濃村が待ってちょうよ、取引には銀も含まれておる、ゆえに銀という文字を使うべきじゃ、銀行にしようではないかということで、銀というのは金という漢字も入っているがためにな、この銀行となったわけじゃ。現在の銀行を決める場面、これが大河ドラマ青天を衝けでも描かれるかもしれないということで見どころでござる。そして渋沢栄一自身がこの美濃村理左衛門のことを無学の偉人と称しておる。学問もしないで制度について不思議な才能を持っている人はいない。そう、実はこの美濃村理左衛門はほとんど勉学をしておらんかったそうじゃ。最初に案内した通り、小さい自分に父が浪人となり諸国を流浪し、すぐに商いの手伝いをするようになった。まともな勉学というものがほとんどできなかったそうじゃ。逆に渋沢一は若かりし頃から本を読み、たくさんのことを吸収していった勤勉家でござった。自分と相反するような生き方をしてきた。人生経験を持っておる人間に対して無学の偉人というふうに称したそうじゃ。現在の三井が存在すること、銀行があるのは少なからずこの無学の偉人でござる美濃村理左衛門の存在があってこそであるとわしは考えておる。つまり勉学というのは非常に大事なことでもあるが、それ以上に大切なのは人との関係性の作り方でござったり、行動力であったり、人を思う気持ちなのかなとわしは思うわけじゃ。世話になった人間たちにしかと恩を返しておるか、今一度小野川自身を見つめ直し、この理左衛門のように行動できておるのか、敵を作るのではなく味方を増やす努力ができておるのか、わしはこの美濃村理左衛門から多くを学ばせてもらった。大河ドラマ青天を衝けでも
必ず渋沢栄一の色濃い場面が描かれるとわしは考えとるゆえに、この先の放送も期待いたそうではないか。では皆の衆、また会おう。 YouTube おぬすチャンネル登録をいたせよ。